フラグが入って、今ビリビリスターのゲートの中、スタンド前のは釣り、まだ6番のダッシュがクラウン完全ではありません。今ゲートに向き直ってようやくゲート入りを終えます。最後の確認をしているところ、6番ダッシュがクラウン確認を終えて、最後は12番のオドリス、おぼすにゲートの中へ収まって、センバゲートの中スタートしました。バラッとしたスタート、12番オドリスは後方から、まずはスタンド前コーダッシュは8番レガードですが出ていって2馬身リード、追って10番リキミニスター2番手から先頭に並びかけます。3番手になった7番フランスゴレイナ、4番手インコース1番モズマ族、前から5投目9番ホールスター、1コーナーを回っていきます。1コーナーを回っていって、うち8番レガーメですが、結局先手奪い切るか、リードは体半分から行きましょう。2番手10番リリー・ミニスター2コーナーのカーブです。2馬身離れて3番手はわずかに7番フランスゴネイナ、4コーナーをカーブ、第3頭広がって直線に向きました。今度はわずかに10番リリー・ミニスター先頭か、食い下がって8番レガーメですが2番手か、しかしまだ並んでいます。外は5番のテンスレンジャー現在3番手、その後方に11番名将三河4番手、5番手4番イルミネーター、その後ろに7番フランスゴネイナ伸びあぐねている、先頭は10番リリー・ミニスター並んで5番テインベンチャー、外は11番名将三河広がったが、11番名将三河が出た、11番名将三河差し切って先頭ゴール、2着は5番のテインベンチャー3着接戦、7番フランスゴネイナも追い上げていますが8番レガーテです。今日は休み明け2戦目、トライで半端心リード、そして5番のテインベンチャー追い比べから遅れての2着、3着接戦、8番レガームですか、そして10番のリリー・ミニスター、10番リリー・ミニスターが3着に上がったかどうか、しかし8番レガームですか、これは際立くなっています。7番フランスゴデイナ追い上げも5着まで、結局3、4着写真判定、1着11番名将三河、2着5番のテインベンチャー、3着接戦で10番リリー・ミニスターと8番のレガームですかが現在5着、7番のフランスゴデイナの順番です。写真判定の結果の発表、レース確定までしばらくお待ちください。